アルケニモン、巫女はどうなった？それはガルルモンが一度巫女を捕らえました。ですがその激しい抵抗にあって巫女は取り逃がしたというわけか。敵は私の策にかき乱されていたわ。ガルルモンが巫女を手放したりしなければ。策とやらに手抜かりがあった。それだけのことだろう。作戦をめちゃくちゃにしたやつが責任をこっちに押し付けるわけ？子供たちの心を追い詰め借りやすくしていたのよ。それをあんたが全部台無しに。言い訳はいい。ニエを集めるのも確かに我々の使命だ。そしてあの子供たちが厄介なのも理解しよう。しかし優先順位を見誤るな。我が主は巫女を切に求めておられる。どのような手を使っても構わぬ。巫女をここへ連れてくるのだ。失敗すれば次はない。わかったな？はい、必ずや必ずや巫女を連れて回ります。お、ようやく起きたのか。おはよう、タクマ。タクマが一番寝坊好きだぞ。こんな張り詰めた状況で熟睡とか、大物だな、お前。ミノル、あれ、おいおい、何寝ぼけてんだよ、大丈夫か？ほら、行ってみろよ。今日は何をする日だ？敵の本拠地に行く日だ。ジジモンの言う世界の境界に詳しいものを僕たちは探している。それはきっと敵モンスターのことだろうから、あいつらの基地らしき工場に行って無理やりにでも話を聞き出す。つまり今日は決戦の日だ。それでみんなは？眠気覚ましにその辺うろついてくるってよ。飯の時間までは自由行動、朝食を終えたらすぐ出発しようとのことだ。そっか、だったら寝坊助が起きたよってお知らせも兼ねてみんなの様子を見に行こうかな。いいんじゃねえの。俺たちも少し辺りの様子を見てくるからさ。朝ごはんの前に目覚ましのお散歩だな。行こう、ダークマ。うん、じゃあまた朝ごはんの時に。
教授、どこかへ行くんですか？ああ、祠にな。祠って獣神の？そうだ、大事な局面だからこそ出発前に改めて調べておきたいのだ。例えばアグモン、元の世界の壁画には君のことが書いてあった。僕の？壁画に書かれた姿や名前と君の情報は一致している。つまり他の獣神たちの姿や名前も壁画に書かれていれば、敵対した時戦いのヒントになるかもしれない。そうだ、とはいえ元の世界の壁画とこちらの祠が同じかどうか、もっと言えば解読できるかもわからない。だがそれでも確かめておきたいんだ、君たちやあの獣神について。教授？ああ、すまない。朝食は持ったから私のことは気にしなくていい。それじゃあまた後で。あ、はい。たくま、どうしようか。僕たちはみんなのところに行く？そうだね、そろそろ出発の準備もしないといけないし。
ちそうさまでした。さて、朝食も済んだことだし、そろそろ出発しようか。ええ、いよいよなのね。バナナとか持ってっていいのかな？おやつに入る？何言ってるのよ、ガキなんだから。緊張をほぐそうと思ったんだよ。バナナはおやつに含まれません。決戦は遠足じゃありません。決戦って言うけど、私たちは何も相手を倒したいから行くわけじゃないわ。そうだね。もちろん葵さんの言う通り、戦わずに情報だけ聞き出せるのがベストだけれども、今までのアルケニモンたちの動きを考えると難しい気もするから、戦いになってもいいように覚悟はしておこう。そうよね。ごめんなさい、私蒸し返すようなことを言って。はあ、グダグダ言ってても仕方ねえだろ。もう行こうぜ。そうだね。準備できてない人はいる？はいはいはい、教授がいません。あれ、そういえばまだ祠から戻ってないんだ。仕方ないな。みんなは先に地下水道へ向かっててくれる？僕はアグモンと一緒に教授を探して連れて行くから。了解。んじゃ先行くけど、タクマたちも早く来いよな。あれ、教授がいない？どこ行っちゃったんだろう。たくま、あそこ奥の方に何かあるぞ。これ、地下に向かう階段じゃないか。こんなものがあったんだ。教授はこの奥かな。行ってみよう。君たちか。もしかしてもう集合時間だったか。いや、すまない。祠の中に入ったら階段があることに気づいてね、つい中を覗いてしまって、結果これに夢中になっていた。これはこの階にも壁画があるんですね。こんな新しい発見をしてしまっては学者の血がうずいてね。上の階の壁画よりも抽象的なので、まだ解説できるほど読み解けてはいないのだが、いやはや。でもどうして今になって階段が見つかったりしたんでしょうか。さてな、単に見落としていただけか、それとも誰かが道を開けたのか。ここ最近の出来事とはどう関係しているのかも気になるが。教授、また考え込んじゃったぞ。弱ったな。もう行こうって言いに来たのに。俺、でも待てよ教授、そういえばさっきの考え事はまとまったんですか？ん？ああ、ある程度は。だが、
教授、昨日ハルと話していたことがどういう意味か教えてください。ハル君と？何のことだ？すみません、昨日団地の部屋で二人で話しているのを見てしまったんです。ああ、そういうことか。答えてあげたいのは山々なんだが、そもそも彼が何者なのかを知りたいのは私の方なんだ。どういうこと？何分だいぶ昔のことだ。はっきりと思い出せるわけではない。だが彼の姿形は私と。教授？何の話ですか？ああ、いや、すまない。うまく言葉にできない。若い頃はスラスラと言葉が出てきたものだが、年は取りたくないものだな。さあ、私にもわからないんだよ。自分で歌ってたじゃないか。知っている曲じゃないんですか？知っているはずなんだがな。どこで覚えたのか、まるで思い出せんのだ。音楽にはその時々の情景を脳に刻む効果があるという。私の追いさらばえた脳にはこの歌のメロディーしか残っていないようだ。はあ、でも年を重ねて忘れてしまったってことは、ずいぶん前に覚えたってことなんでしょうか？昔といえば昔のはずだが、もしかしたら忘れたのは年月のせいではないかもしれない。どういうことですか？私は幼い頃、姉を失っていてね。え？失うと言っても、姉は死んだわけではない。神隠しにあったのだ。その時、私も姉と一緒にいたらしいのだが、私は全く覚えていない。人は恐ろしい事態に直面すると、自己防衛のため記憶を封じることがあるそうだ。私はこう思うのだ。この歌は私の姉に関わるもので、封じ込められた記憶を思い出すためのかすかな手がかりなのかもしれないと。これは推理というよりは願望だがね。失った記憶の手がかりか。教授はガルルモンと面識があったんですか？昨日のガルルモンはやけに教授を気にしていました。私を疑っているのかね？敵と通じていると思っているのだろうか？違います。ただ気になったというか。いや、いいんだ。すまない。意地の悪い聞き方をした。別に隠し立てをするわけでもごまかそうというわけでもないんだ。ただ曖昧な記憶で確信が持てないことがいくつもあってね。確信が持てないって、ほんのちょっと前のことなのに？いや、ガルルモンと私が出会ったのはもっとずっと幼い頃だったと思う。教授は子供の頃にガルルモンに会ってるってこと？そうだ。その記憶の中では怯える私のそばに彼がいた気がする。それは今と同じように敵としてですか？それともアグモンみたいに味方として？どうだったか。すまない、
思い出せない。だがそう、確かに私は彼を知っている。あのガルルモンは教授に明らかな敵意を向けていましたよね。もしかしたら何かガルルモンに恨みを買うようなことをしてしまったとか。わからん。それが思い出せれば苦労はないんだが。たくま、教授にあれを見せてみたらどうだろう。写真のことか。写真？ハルと教授が話していたあの部屋で偶然見つけたんです。気になって持ってきたんですけど、教授の意見を聞かせてください。これなんですけど。これはハル君とミユキ君。いや、そうなのか。教授、大丈夫ですか？ああ、すまない。断片的な記憶が湧き出て。これは、この写真に写っているのは、幼い頃の私と姉だ。そのはずだ。え？信じてもらえるかはわからないが、ハル君は幼い頃の私にそっくりなんだ。それにハルというのは幼い頃の私の愛称だ。姉が私をそう呼んでいたらしい。姉？教授のお姉さん？姉の名はミユキ。そうだ、思い出してきた。あの団地は、そしてあの部屋は記憶にある。私と姉が幼い頃に住んでいた場所だ。私にも何が起きているのかさっぱりわからない。この記憶が何を示すのか、もう少し何か思い出せればいいのだが。私はなぜだ、わからない。私と姉にそっくりな二人、彼らは一体。直接話を聞いてみましょう。君も見たのだろう、団地の部屋で私とハル君が話しているところを。あの様子ではただ質問をしたところでまともに答えてもらえるとは思えない。みんなを待たせているかもしれない。もう行こうじゃないか。はい、教授、歩けますか？問題ない。大人の私が醜態を晒して申し訳ない。記憶がはっきりしたならその時には君に全てを話そう。はい、どうか無理はしないでください。みんな、お待たせ。あ、やっと来たか。遅いぞ、タクマ。教授も何やってんですか。すまなかった。つい祠に夢中になってな。まったく、先が思いやられるぜ。ごめんごめん。でも、これで全員揃ったな。じゃあ、
行くんだよね、この水路の中に。昨日の今日でここに入るのはちっと怖いけど、泣き言なんか言ってらんねえよな。行きますか、敵を派手にぶっ倒しにさ。うん、行こう。僕たちは進まないといけないんだから。ドラクモ、敵はいるか？全然だ、影の一つも見えやしね。だそうだ、みんな来ていいぞ。偵察お疲れ様。たくさん働いて偉いね。敵がいるかもってのはわかるけどよ、いちいち偵察するとか慎重すぎね。警戒はして損をするものではない。ここまで敵が出ていないからといって気を緩めるんじゃない。わかってるって。特にこの辺りは。この辺りは修二さんが死んじゃった場所の近くだもんね。さっき、あまり思い詰めないで。そういうんじゃないけど、気分よく進むのも違わない？そうね、明るい気持ちにはちょっと慣れないかも。嫌な気分になるのは当然だわ。悪いことじゃない。だからって避けるわけにもいかないだろう。ここ以外の道を探す意味もない。ええ、そうよ、前に進まなきゃ。大丈夫よ、私たちは昨日とは違うもの。同じことがあっても惑わされたりしないわ。そうだよね。うん、こんなところ早く抜けちゃおう。ここまで敵とも会ってないし、安全そうだな。一気に突き進もうぜ。ああ、さっさと日の光が見たいな。そうね。あれ、葵さん今笑った？え、いいえ、笑ってないけど。じゃあ、さっき？こんな状況で笑うわけないでしょ。でも、確かに笑い声が聞こえたような。どこを見てるのかしら？私はこっちよ。そう、あんたたちの後ろだよ。こいつ、どこから現れやがった？おい、ドラクモ、偵察したんじゃねえのか？おいおい、確かに道の先にはいなかったぜ。どんな魔法を使いやがったんだ？あらあら、その子を一方的に責めるのはかわいそうよ。私が本気を出せば、あんたたちの目から逃れるのなんて簡単なんだから。ねえ。アルケニモ、とうとう直接手を下しに来たのか。ちょうどよかったわ。こっちから出向こうと思っていたところだから。のこのこ捕まるにやってくるなんて、なんておバカさんたちなのかしらね。攻撃される！させるか！ミュー、俺の後ろに隠れろ。引っ張らないでよ。待て、アルケニモン、今捕まえにって言ったよな。お前たちの狙いは僕たちを殺すことじゃなく、
捕まえて利用することなのか。あら、失言だったかしら。まったく小賢しい子供。あんたたちが変に知恵をつけているせいでうまくいかないことばかり。私たちのせいにしないでよね。自分が悪いんじゃない。一方的に襲ってきて責任までなすりつけて、そんなんだから失敗するのよ、おあいにく様。この生意気な。すぐに余裕な顔なんかしてられなくなるわ。あんたたちはこれから消えるのよ。これまでに消えた二人の子供のように、嫌だ嫌だって泣きながらね。そんなことにはならないよ。何よ、その冷静な顔。いきなり出てこられたのにはびっくりしたけど、でも私たちはもうあんたにいいように振り回されたりしない。何なの、何なのよ。もう後がないっていうのに、これ以上失敗したら私はおしまいだっていうのに。おしまい、何もかもあんたたちのせいよ。自分の命のため、世界のため、私はこれ以上あんたたちを野放しにはできないのよ。僕たちが協力したらお前は助かるのか。タクマ、何言ってんだよ。お前と僕たちが手を取り合って、どっちにもいい結果にできるなら戦わない道を取ってもいい。だからお前の事情を。優しいじゃない。そうだね、じゃあこっちに来てくれる。私の主にはあんたたちが必要なの。あ、ダメだタクマ。あ、危なかった。アグモンが叫ばなかったらタクマ君捕まっていたわ。バカ野郎、話し合いでどうにかなる相手じゃねえだろ。来るぞ、構えろ。行こう。たっぷりいたぶってあげる。俺の番だな。
こう。スクラッチスキル。たっぷり痛めてあげる。俺の番だな。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン。さあ、行こう。よっ。力も重ねていて。てめえ、何がおかしい？子供は単純で扱いやすいと思ってね。私の狙いがあんたたちだけだと錯覚しちゃって。かわいいこと。何？
けない。お姉ちゃん、そうはさせるか。教授、素手で敵に立ち向かうなんていくらなんでも無茶だ。私は大丈夫だ。タクマ君たちはそっちを片付けてくれ。急ごうぜ、タクマ。ああ、教授とミユキを助けるためにも早くアルケニモンたちを倒すんだ。ここは俺が行く。なもんだこの野郎。大丈夫かミユ。うん、なんとか。シャコモンのおかげ、ミユが無事でよかったわ。さて、このまま行けばあなたの負けよ。今のうちに降参すべきじゃない。今すぐ手を引けば命までは奪わねえ。話くらいは聞かせてもらうがな。子供ばかりのくせにやるじゃない。だけど残念でした。私たちを見くびったこと後悔しなさい。
ていくわ。待て、甘いわ。そう簡単に捕まるものですか。みゆきを抱えたまま天井に張り付いて逃げていく。なるほどな。突然現れたように見えたのも俺たちの頭の上に隠れていたからか。納得してる場合じゃないよ。どうしよう、みゆきさんが連れて行かれちゃった。なんてことだ。待ってよハル、一人で行っちゃ危ないよ。何、一緒にいれば安全だってそう言いたいの？ハル、お前が敵に情けをかけたりするからお姉ちゃんが割を食ったんじゃないか。アルケニモンを制御できる実力も倒す力も戦う力すらないくせに、全部お前のせいだ。お前のせいでミユキが危険な目に。ちょっと言い過ぎじゃない？もういい、お前たちに関わっている時間が無駄だ。待ってよハル。うるさい。なんだハルのやつ。いくらミユキが危ないからって様子がおかしくねえか。とにかく後を追おう。アルケニモンをそのままにはしておけ。そうですね、わかりました。外には出られそうだけど、ハル、どこまで行ってしまったんだろう。タクマ君、気になるのはわかるが、あまり突出しないようにしてくれ。そうだぞ、さっきみたいにいきなり敵が現れるかもしれねえんだ。ああ、アルケニモンが我々を放っておくとは思いがたい。ミユキ君をさらわれて、我々は大いに焦っている。奴らはこの焦りを利用してくる可能性がある。罠が張られていると考えた方がいい。つまり、むやみに進んだら危ねえってことっすね。だけど急がないと、今度はミユキとハルが危ねえし。二人なら大丈夫なはずだ。なぜだ。先ほどアルケニモンはミユキ君のことをミコと呼び、殺さずにさらっていった。我々を焦らせるためだけにさらったとも思え、奴らはミユキ君を何かに利用しようとしている。つまり利用価値がある間はミユキは殺されないってことか。そうだ。そしてハル君もミユキ君が無事なら下手な行動には出ないだろう。姉の危機だぞ。どうだかな。姉の危機。姉か。あ、どうしたんだ教授。あ、いやすまない、何でもないんだ。教授の言うことはわかるけど、でもハル君の焦りっぷりを見ると、そこまで冷静な判断ができるかは疑問よね。ミユが危険になった時のお兄ちゃんみたい。確かにあの焦りようを加味すれば大丈夫だとは言い切れないか。だが焦って我々まで倒れてはならない。素早くかつ安全を確かめながら進むべきだ。慎重に急げって矛盾してないか。せめて罠があるのかどうかさえ確認できればね。それなんだけど、カメラで確認しながら進むのはどうかしら。それいいかも。敵の痕跡があればカメラ越しに気づけるかもしれないわ。うん、葵さんの案で行こうよ。辺りをカメラで見ながら進もう。みんなでミユキとハルを助けるんだ。
すがにこんなすぐ近くには罠とか張ってないとは思うけど。地下水道に入る前から罠を仕掛けていたなら、この辺りに罠が張られている可能性はある。アルケニモンがどれくらい計画的に襲ってきたのか次第ってことか。一応調べてみるか。なんだ、ノイズがたくさんあるけど。これはファルコモン、何かわかるのか。この気配は我々の同種の亡骸だ。亡骸って死体ってことか。ええ、もう消えかけてるけど。一体誰がこんなことしたのかしら。罠ではないみたいだけど、より慎重に進む必要がありそうだね。感じてないだけで、ここにも何かあるってこと？ここにもノイズがたくさんある。さっきと同じ、いやそれ以上の数だな。前来た時ってこんなの見えなかったよな。ってことは最近のものなんだな。ええ、気配が残っている。亡骸の他に一つ強大な気配が。それって亡骸の山を作った存在の気配？わからないわ。おそらくそうだとは思うけれど。我々も感覚的に感じるだけなんだが、ものすごい威圧感だ。怖がってる暇があったら進むぞ。みゆきとハルの命がかかってんだ。うん。Thank you.
ここもか。同胞を倒しながら先へ進んでいる。誰が何のためにこんなことを。こんな数を倒せるやつなんて自然と限られてくるんじゃねえか。力のあるモンスターってことか。アルケニモンとかかもな。みんな見て、向こうの方にはっきりしたノイズが見える。おそらくまだ殺されて間もないのだろう。強そうな気配もそっちの方に進んでるみたいね。残念だがゆっくりしている暇はないようだ。気配を追いかけて進もう。死体ってアルケニモンの部下たち。カメラを通さないでも見えるってことはまだ死んだばっかりってことか。あ、タクマ、あそこ見て。アルケニモンと獣が睨み合っている。あれはレナモン。まさか、あいつが一人でアルケニモンの部下を全部倒したってのか。とてつもない威圧感だ。ここまでの殺戮も全部あいつがやったのだろう。その子を離せ。絶対に渡さない。絶対に。ずするんじゃないわよ。いい加減倒れなさい。あいつボロボロだぞ。このままじゃやられちまうぞ。どうする、あいつを助けるのか。甘いわ。きつかっ。どこなかとうざったい小判ね。もう面倒だわ。まとめて。あの光の時間よ。
僕の番だね。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。リアトリモン。さあ、行こう。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。やるぜ。受けて立つ。来い。たっぷりいたぶってあげる。俺が行く。ここは俺だな。僕の番だね。受けて立つ。来い。雇用説。みゆきくん。おねえ、おい、大丈夫か。ようやくてめえとの腐れ縁も途切れるみてえだな。てめえが地獄に落ちねえように手助けしてやる。知ってることを全部吐け。どうやったら元の世界にも。それに、巫女ってのは何なんだ。みゆきをどうしようとしてたんだ。聞こえねえぞ、こら。クソ、くらえ。ここじゃなくたって、どうせあんたたちはこの世界に飲まれるんだから。すでに霧に飲まれた二人みたいにね。てめえ。カイト君、落ち着いて。タクマ君、なんとかして。元の世界への帰り方を教えてほしい。教えてくれればいい。ずいぶん勝手なことを言ってくれるわね。あんたたちを諦めて、私たちはこのまま永久に苦しめというの。壊れかけたこの世界に怯えながら。アルケニモン、これ以上余計なことを喋らないでもらおうか。誰だ。ピエモン。お前
前は最後まで愚かだったな。やめて、死にたくない。助けて。任務失敗の責任、死をもって償うがいい。簡単な話だ。使えない駒を仲間とは呼ばない。ひどい。さて、邪魔者がもう一人か。さっさと消えてもらおうか。うわ、レナモン。おい、巫女よ、我が主のために。待てよ、てめえ。待つのはお前だ、カイト。ああ、ドラクモ、アグモに、ラブラモも、みんな…あいつ、ダメだよ、本当に。強すぎる。今までとは全然違う。勝てるような相手じゃない。生かせるものか。私の手で、絶対に守るんだ。レナモ、ダメだよ。そんなに傷ついてるのに、少し休まなきゃ。離せ。私は行く。何度だってミユキを取り戻す。君も震えているだろう。勝ち目がないと分かっているのではないか。私たちと共に作戦を練り直そう。確実にミユキ君を助けるために。黙れ。お前らなんか、お前なんか信じられるか。そうやってまたお前は見捨てるんだ。いつだってそうだ。いつだってあの子を守るのはこの私なんだ。レナモン。タクマ、俺たちはどうする。前進するしかねえだろう。元の世界のことを知ってるかは分かんねえが、ミユキが捕まってる以上、無視はできねえ。あいつ、西に向かった。俺たちが最初から向かおうとしていた工場の方だ。簡単だ。俺たちは最初に決めたゴールに向かえばいい。そうだね。敵を知ってから行動するにしても、すぐに攻撃を仕掛けるにしても。何にせよ、行くしかないんだ。西の工場へ。ようやく着いたか。それにしても静かだな。ここから眺めてるだけじゃ、どこが入り口かわかんねえな。あいつらが出入りしてるんだ。人が通れる隙間くらいあるだろう。うん、調べてみよう。あ、見て、タクマ、入り口がある。ここから工場の中に入れるみたいだぞ。本当だ。偉いぞ、アグモン。よく見つけたね。広そうね。ちょっと危ないかもしれないけど、手分けして探すべきかな。だろうな。ここは敵の本拠地だ。仮に罠があったとして、
全員一緒に引っかかったら助けられなくなる。そうだね、手分けして探そう。分かったけど、でも絶対に無理はしないでね。みゆきちゃんやピエモンを見かけても焦って突撃しちゃダメよ。うん、慎重にあたりを探っていこう。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ガルルモン、そこをどけ。その先にミユキがいるんだろう。バカバカしい。まだあの人間の子供に固執するのか。お前に私の気持ちがわかるものか。わからねえよ。人間なんかを信じる気持ちなんてな。俺が裏切られているのを知っているくせに、よくもまあ人間を盲信し続けられるな。お前を裏切った薄情な人間とミユキを一緒にするな。お前は裏切られるべくして裏切られただけだ。言うじゃねえか。だったらお前の大好きな人間はお前に何をしてくれた。お前は何の見返りも得ていないじゃねえか。ただただ傷ついて辛い思いをしているだけだ。人間なんかにボロボロになってまで守る価値などない。何が言いたい。お前たちに協力しろと。お前こそ思い直せ。主が信用に値するのか。人間を生贄にすれば本当に世界は救われるのか。主にそんな力があるのか。主は本当に神なのか。ガルルモン、お前だって疑問に思っているはずだ。うるさい、うるさい。俺は俺自身の復讐のために動いているだけだ。主や世界なんていうあやふやなもののために動いてるんじゃねえ。だったらお前たちは。ガルルモンに。ハル、ハル君、下がりなさい。君がこれ以上傷つくことは。お前が私に指図するな。チェッ、見たくもねえ顔がまたやってきやがった。ガルルモン、やはり君は過去の私の。ガルルモン、お前は言ったよな。人間など信じられない。復讐をするために動いていると。復讐？ほら、復讐したい相手がここにいるぞ。今すぐ殺せばいいだろう。な。ことでひるむと思う。お前らごと吹き飛ばせばいいだけだ。やれよガルルモン、今がチャンスだろう。なぜ殺さない。ここまでにだってあいつを殺すチャンスはあったはずなのに。違う、そんなことは。お前はまだ迷っているんだ。あいつを恨んでも恨み切れていない。黙れ。殺したいほど恨んでいるのに同じくらいに迷っている。そんな状態で主の思惑に乗ることがどんなに愚かしいことか、お前は分かっていない。黙りやがれ。ドア、ハル。うるせえ、うるせえ、うるせえ。何が絆だ、何が運命だ。そんなものにすがりつくお前らも、そんなものにすがっていた過去の俺も、何もかもくだらねえ。全部全部消し飛ばしてやる。大丈夫？みんな来てくれたんだ。
でっかい言い争いが聞こえたからな。そりゃ飛んでくるって。怪我。ガルルモン、なんてことすんの。俺の邪魔をするからだ。ちょうどいい。お前たちもまとめて黙らせてやる。できるもんならやってみやがれ。目障りなんだよ。邪魔をするな。カツを入れてやる。邪魔をするな。手伝おう。ギガデストロイヤー。ピンチのようだな。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、さあ行こう。話だからな。デストラクションドア。やら
邪魔をするな。邪魔をするな。邪魔をするな。ボックファイヤー。へー。うわ。緊張する。私も強くなるよ。フェロモン。なぜこんな奴らに。ガルルモン、本当は分かってるんだよね。何？お前が力を出し切れていないのは自分の心を否定しているためだ。あなたはきっと裏切られたと思って傷ついたんでしょうね。でも相手は本当に裏切ったの？復讐したいって本当に思ってる？本心から復讐しようとしているようにはとても見えないわ。黙れ。あいつは確かに裏切った。俺を置き去りにしたんだ。おい、置いていかれて寂しかったってのか？そ
その寂しい気持ちこそが相手のことをまだ恨み切れてない証拠じゃねえか。なんだと。どういうすれ違いがあったかは知らないけど、相手の気持ちになって考えたの？僕思うんだ。ちゃんと自分の気持ちを相手に話して、それで相手の気持ちも聞かせてもらえばきっと分かり合えるって。だって僕らは運命で結ばれた人間の心を映す存在なんだから。いい加減にしろ。分かったような口を聞くんじゃねえ。だがどうしてだ。お前たちと話していると頭がグラグラする。誰でも自分の運命を信じよう。二人の間に何があったのかは分からないけど、復讐を望む気持ちが本物か。運命だの絆だの、俺は分かった、分かったよ。もういい。どんなに否定しようと俺は負けたんだ。お前らの絆とか言う。ハル君、気を失う。ここで休ませておこう。今は先を急ぐべきだ。置いていって大丈夫でしょうか。俺たちが派手に動けば危険はなくなるだろう。暴れまくって気を失っている春に手を出してる暇なんざなくしてやるんだ。そうね、この場に誰か残すわけにもいかず、じゃ心苦しいけど春くんはここに寝かせていきましょう。ガレルモン、ミユキが囚われている場所を知らないか。俺は歯医者だからな。仕方ねえ、教えてやる。この奥の階段の先だ。さっさと行きな。ありがとう、ガレルモン。ガレルモン。行けよ、急ぐ。戦いが終わったら君とゆっくり話がしたい。これまでのこと、君の思い、全てを聞かせてほしい。そして私にできる償いをさせてくれ。ここ見るからに危ねえ感じがするぜ。これ祭壇かしら。たくみ見て、あそこに。ニエを捧げる特別な儀式の最中だ。邪魔をしないでもらおうか。
生贄のこと、そうはさせないわ。みゆきを返しなさい。声に力がないな。私を恐れているのだろう。すげえ迫力だ。ビリビリ来やがる。だが逃げるわけにはいかねえんだよ。何のために生贄なんか捧げてるのか知らねえが、俺たちを巻き込むなら容赦はしない。弱い者ほどよく吠える。実にくだらない。だが弱者には弱者の使いようがある。お前らも主様への贄となれ。みゆきだけじゃなくて僕たちをも利用しようっていうのか。どうして生贄なんか必要なんだ。お前の目的は何なんだ。この地に広がる厄災を払うため、主様の望みを叶えるため。無知なる弱者よ、己の愚かさを呪いながら食われるがいい。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、さあ行こう。you
よし、俺の番だ。俺が行く。デストラクションドア。番が来たんだね。大ピンチだぜ。刻んでくれる。よし、俺の番だ。ガ・デストロイヤー！手怖すぎる。待ってみんな、こいつと戦ってる場合じゃない。見て、あそこ。あの霧、修二さんたちが消えた時と同じ。あの霧、みゆきちゃんにどんどん近づいてれば。このままじゃみゆきが取り込まれちまう。なんとかしねえと。させるものか、みゆき。教授、まさかみゆきを助けようと。そんな、一人じゃ無茶です、教授。この私が巫女への手出しを許すと思ったか。
をかばった。なぜ。何の真似だガルルンモ。俺はこの老いぼれを許さねえ。この身を焦がす恨みを忘れねえ。だからこそ俺の恨みを受ける前の半端な状態で死なれちゃ困るんだよ。所詮はお前も愚か者の仲間だったというわけか。ならば愚か者同士仲良くここで世界の餌となれ。頼むガルルモン、一度だけでいい。もう一度だけ私に力を貸してくれ。ミユキもレナモンも君も、私はもう二度と苦しめたくないのだ。仕方ねえ、今だけは手を貸してやる。我が運命の獣神よ、かつて築いた絆を今一度ここに。ガルルモン進化。力を見せつけてやるぜ。わあ、ガルルモン。ガルルモンが教授に答えて進化した。行こう、タクマ君、みんな。ミユキが霧に連れて行かれる前に、さっさとピエモンを倒してミコ、ミユキを助けるぞ。わかりました。負けるわけないだろう。私に膝をつかせるとはな。ガルルモン、この裏切り者め、貴様もこの世界を闇に飲ませたいのか。ふん、まさか俺が裏切り者と呼ばれる羽目になるとはな。俺はお前ほど主を信じていなかった。それだけのことだ。ずっと気になっていたの。主って一体何なんですか。そうよ、それにどうして生贄が必要なの。みゆきちゃんもなんでミコって呼ばれてるの。私が素直に答えるとでも。往生際の悪いやつだ。お前は負けたんだ。これ以上ボコボコにされたくなかったら。私が負けた。私が負けただと。
だからお前たちは無知で愚かだというのだ。何それ、どういう。ミュウ、俺の後ろに下がれ。なんだ世界が一瞬大きく揺れた。なんだこれ、空気が変わった。なんかヤバい感じじゃねえか。しまった、みゆき。やべえ、みんな逃げろ。待って、ミノル君、みゆきちゃんがまだ祭壇にいるのよ。さあ、儀式を始めようぞ。我らが主よ、か弱き我々が失礼し、この祭壇より、この荷、人間の子供を捧げ立て祀る。ダメだ、たくまくん。見殺しにはできないよ。だからってこれじゃあなたが犠牲に。そんなのダメよ。そうだ、みゆきのことは私の問題だ。たくま君をも失うことになったら戻れる保証がないのは分かってます。でも動けないみゆきだけが飲み込まれるよりマシなはずだ。大丈夫、みゆきを連れて絶対に戻るから。バカ野郎、死にに行くようなもんだろ。待てって。たくまさん、ダメ。ごめん、みんな行ってくる。たくま、私は ガルルモン、待ってくれ。どこへ行くんだ。勘違いするな。俺はまだお前を許したわけじゃない。今回は手を貸したが、それはあのピエロ野郎が気に食わなかっただけだ。だったら次はどうなるかわからん。出会った瞬間にお前の喉元を食いちぎるかもしれないぞ。俺の心にはまだ迷いがある。まだお前の近くにはとどまれないんだよ。俺は行く。止めるんじゃねえ。ガルルモン。わけわかんない。タクマとアグモンがいなくなるなんて。そうだよね。Oh.
しい、欲しい、足りない。欲しい、欲しい。力、知識、存在、魂、心、すべてをよこせ。ダメ。え？そこにいてはダメ。こっちへ来て。あれ、ここは…タクマ、ハグモン、よかった、無事だったのか。うん、タクマも無事でよかったぞ。気がついた、タクマさん。みゆき、私のことがわかるのね。暗闇に取り込まれずに済んで本当によかった。うん、みゆきこそ無事みたいでよかった。みゆき、おしゃべりできるようになったんだな。うん、一緒にいたのにずっと黙っていてごめんなさい。あれでも精一杯だったの。みんなの言葉に反応したくてもできなかった。私はこの世界の主に魂を半分奪われていたから。世界の主に魂を。私とタクマさんを取り込んだあの霧、あれは主の力の一端。私はずいぶん昔にあの霧に取り込まれて、もうどれくらい経ったのかな。長い年月、心を食われ、意志を奪われ、私は魂の半分を主に消費され続けていた。そして魂の残り、かろうじて主に捕まらずに済んだ、もう半分。それが獣神の世界で、タクマさんたちが出会った、私なの。ハルが守ってくれていなかったら、とっくに魂の残り半分も食い尽くされていたわ。私だけじゃない、タクマさんも。さっきは危ないところだった。もしかしてさっきの暗い空間で光の方に来なかったら。きっと私と同じように取り込まれていたわ。いえ、きっと私よりも深く、魂や命、存在のすべてを食い尽くされていたと思う。そっか、ギリギリのところだったんだ。ありがとうみゆき、助かったよ。え？霧に飛び込んだ時、みゆきが消えちゃうかもってただただ必死だった。だけどよく考えたら僕だって霧に飲まれたらどうなるかわからなかったんだよね。助けてくれてありがとう。こうして話ができてよかったよ。お礼を言うのは私の方で。私今まであなたたちの役になんて立ってなかったのに。それなのにタクマさんは自分の身を顧みず私を助けようとしてくれた。私こそありがとう。そんなあなただから。あ、いけない、主が私たちの居場所に気づいたんだわ。なんとかしないと。天に輝く数多の星よ。
こんな時に。いにしえよりのぬくもりは消えず。うお、これ攻撃されてるのか。みゆきも歌ってる場合じゃないよ、隠れないと。待てよ、みゆきのこの歌どこかで聞いた。みゆき、待ってくれ。まだ聞きたいことがたくさん。光が。わあ！撃った。世界が再びつながった。逃さぬ、巫女よ、巫女の力にて、取り戻さなくては。力、知識、存在、魂、心、彼方のすべてを我が血肉に。逃さぬ。タクマ、忘れ物はない？